青木モーターステーション。ブリヂストンの二輪モータースポーツといえばこの方、山田浩さんです。山田さんお願いします。はい、皆さんこんにちは、ブリヂストンの山田です。山田さんよろしくお願いします、はい、さあというわけで今これ聞いていただいてるのは東京モーターサイクルショーブリヂストンブースにて、皆様おなじみの、この番組でもおなじみでございます山田浩さんがね、出まして、そして、青木信さんと信厚さんとタイヤ開発現場トークだったり、鈴鹿の8体のエピソードをおー、ねこの、東京モーターサイクルショーで話したということでございます ね、 すね、はい、というわけで、今日もお相手は青木のバスと小島貴博でございます。今日はもうこの、東京モーターサイクルショーの話満載でですね、あと鈴鹿八体の裏話もちょっと、はい、ピックアップしましたのでぜひ聞いていただきたいと思います。青木モーターステーション、この番組はブリヂストン、上里建設、 D ステーション、北部トランスポートの提供でお送りします。はじめまして、ブリヂストンの関です。こうして差し出される名刺の大きさが二輪車タイヤ1本あたりの設置面積、最高峰のレースではこのわずかなサイズの上で時速350キロ、バンク角60度の争いが繰り広げられる。レースのテクノロジーを注ぎ込んだ二輪車用タイヤバトラックス、極限を知るタイヤがあなたを楽しませる。ブリヂストン。神研は最新最速であり続ける、未来を全力で挑み続け、お客様の利益と繁栄を常に考えます。私田所純は神研のサポートで全日本ロードレースを戦っています。コンストラクティングフォーザフューチャー、神里建設、神研。スピード、テクニック、迫る臨場感、 D ステーションレーサーズ。今 130R レーシングシミュレーターが本物のサーキット走行を限りなく再現。太田市スパジアム24 G マナイ、体験せよ。 E ステーションレーサーズ。24時間フィットネス、太田市天然温泉イラブ2階スポレッシュ太田店。最新ジムマシンに多彩なレッスンプログラム、そして充実のトレーニング後はそのまま天然温泉でくつろぎタイムへ。走る天然温泉スポレッシュ太田店。北部トランスポートは皆様の生活に必要な石油、LP ガスを安全に品質を乗せ運んでいます。ドライバーの田中です。うちは比較的休みが取りやすいんでプライベートも充実できますね。北部トランスポート。改めまして青木のバツです。はい、小島貴博です。メールいただいております。うん、夢はリッター SS、 はい、東京モーターサイクルショー2018行きましたよ、なんね、ことでございます、ね、ありがとう、嬉しいですね。ほんでノブさん、モーターサイクルショーお疲れ様でしたということで、はいはい、最速渋川の最速ハゲライダーがくれております。設置感から始まった BS のタイヤの開発のお話がすげえ面白かったってことなんですけど、ありがとうございます。これどんな話したんですか。これは、うん、まあ、あのエンジニアさんたちが、まあ、現場にこう初めて来た時に、はい、いや設置感って結局レース用語じゃないですか。ーはーはー、僕らとしては設置感ってもう当たり前のワードなんですよ、はい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 、でもそれ改めてこうそのいつも会社でしかこう仕事をしてなかった人が現場に来て、はい、俺らがいや大変ですフロントの設置感がねっていう話をしたら、お設置感って何ですかっていうようなところから始まったんですよ。それでなんかこのブースのね、あのお話でございますけれども、うん、この東京モーターサイクルショーの時の、はい、実は山田浩さんとノブさんが昔からの知り合いだっていうようなエピソードから実は話始まってるらしいんですね。そうなんですよ。それじゃあまずその模様を聞いてみてください。どうぞ。ノブちゃんでいいよね。ノブでいいです。ノブちゃんはね、まあ、しょっちゅう出てきてもらってるんですけども、まあ、テストライダーということで我々のタイヤ開発にもう古くから携わってくれてる、
ね、古くからですね本当にね、まあ、開発を携わってもらったのは MotoGP プロジェクトなんだけどね、はい、スタートは元を正すともう、ね、のぶちゃんが高校生の時から私一緒に仕事してますからね、お世話になってます。もうそんなに古い仲なんですけども、まあ今日はですねブリヂストンがどういうことをやってるかというのをまあ少しでも知っていただこうというあのステージなんですが、ということでこのタイヤにその接地感であるとか、はい、まあ、どうやってこう MotoGP だったりとかね、うん、あと鈴鹿の八谷にこの後もなりますけど、そのタイヤの開発を一緒にこの山田さんとのぶさんがやってきたって感じなんで、ね、そうなんですよ。山田さんももう古くてもう30年ぐらい一緒に仕事してるんですね僕は。だ僕がその17の時にあの全日本 の, せんあのロードレース選手権を戦った時の最初 の, そのタイヤエンジニアだったんですよ、山田さんが。そう、おお、その頃はねまだペーペーで山田さんね、ま、そう今偉いです、今偉い山田さんね、はいはい、そうで、まあこうやって今日までいろんなこの携わりでですね、これでもその、うん、タイヤの開発の話をね、うん、そのお客さんにしてる時って、はい、この人はまあ面白いっていうことで言ってますけどね、うんうんうん、皆さんの反応どうなんですか、そのなんか結構マニアックな話になるわけでしょ。いや結局もう僕のステージはもうマニアックってみんな分かってるんですよ、設置感がどうなのかみたいな話になるわけでもね、やっぱこう食い入るようにこう聞いてくれるんですね。はそうなんですよ、タイヤの開発の、うん、なんか全然どういう風にやっていくのか分かんないんですけど、はいはいはい、簡単な話パッと山田さんが、うん、まあ、ブリヂストン側が作ってくれて、はい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 、ノブさんが試して、うん、それでもう少し早く走るにはこうした方がいい、ああでもない、こここうやってほしいみたいなことを言うみたいな、はい、まあ、言うまでね、やっぱりそのやっぱ経験とあのやっぱ知識がないと言えないんですよ。最初はもう、はいはいはい、ブリヂストン側で、はい、まあ、例えばこう5種類なり10種類なりこうタイヤ、新しいタイヤを持ってきてくれるんですね。おー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 、でそれを要は僕らは履いて、で要はそれいいか悪いか、まあいいか悪いかって結局はタイムが出るか出ないかなんですよ。なるほど。で、まあ、タイムが出たらじゃあこれがあのだいたいレースは、ね、30分40分ぐらい走るじゃないですか。その40分の間にちゃんとその最後まで機能、ラップタイムが落ちないように走れるかどうかっていうのがそのタイヤのいい悪いの基準だったんですね。だから最初から最後まで、うん、あのなんていうの、交換するまで全然そのなんていうんだろう、あのクオリティが落ちないから、落ちない、そう、それがいいタイヤ、いいタイヤ、そうなんですよ。だ例えばその中にはもうすっげータイム出るけど、いや3周しかこれなんか持たないねみたいな、ね、おお、うん、皆さん聞きましたここ面白いですよ、そんなもんなんだ、そういうタイヤもあるんですよ中に、はあはあ、で逆にもう最初全然ダメだけど、とりあえずあの最後まであのずっと安定してるみたいな。でもさ、うん、そういう風に考えるとやっぱり長年一緒にいて一緒に開発しないと、ある意味そういう本当に自分たちが満足できるようなレーサーの人も開発チームも、うん、はいはい、あの満足できるようなものなのかできないですよ、できないです、考えてみたら本当にそうですよ。ペランペランだけど本当は大変なんだけどね。そうそうそう。俺らはもう言い悪いところね。そうだよね。言ってるだけで楽なんですよ。逆にライダーの方たちのそのリクエストをどこまで答えられるかとか、そういうことを汲み取ってまた開発しなきゃならない。そういうことなんです。そういうのが一般の方がやっぱりその例えばタイヤ の,、うん、あのこういうタイヤであのいつもこの番組で紹介しているような、はい、例えば RS10 であるとか、うん、そういうものが技術がどんどん入ってきて降りてきてますね。降りてきてる、ね、はい、そうなんです、はい、はあ、面白いですね。それでねもう一個、はいはいはい、東京モーターサイクル2000モーターサイクルショー2018行きました、うん、夢は立体性ですね、うんうん、鈴木の熱烈ファンに密かに語り継がれる鈴木の聖杯っていうんですか、これ湯飲みを目当てに行きました、うん、でも売り切れてたの、え、買いに来たのみたいですよ、ね、これなんですか、あのね、うん、すごい鈴木の、まあ、ブース、まあ、大きくあドンってあるんですけども、でそこ の, かあのコーナーの片隅でこの聖杯と呼ばれてる、要は湯飲みですよ、はいはいはい、湯飲みに何が書いてあるかというと、うん、あの要はお寿司屋さんのこの大きな、はい、あの湯飲みあるじゃないですか、はいはい、お茶飲むやつね、はいはい、あれに魚辺に弱いで、うん、アジだっけ、あ、イワシ、イワシ、そうそうそう、あれにねこうちょっと、まあ、車辺に究極って書いてある、うん、はやぶさって読ませたり、面白い車聞いてるね、車辺に一寸って書いて、うん、ちょい乗りちょい乗りこれが皆さんがちょっと目当てで、そう
で開幕、その開門っていうんですかね、開門、はいはい、したと同時にドワーってお客さんがもうダッシュで来るんですよ、鈴木のブース目がけて。あ、それが欲しいため、欲しいがため湯飲みを。そう、限定商品なんですね、各ブース、各会場で、でそうするともう朝一でザーって来てもブースがこう本当に行列で埋まるんで、っていうぐらい熱心にねこう買い求めてくれる鈴木ファン、ありがたいですね、嬉しいです、ありがとうございます。本当に、まあ、だからそういうようなこともあって、まあ、たくさんの人が今回あのお越しいただいたということなんですけども、あとこれあの山田さんとブリヂストンの山田さんと八体の話もしてまして、裏話っていうのをちょっと聞いてきましたんで、まずそれ聞いてみてくださいと。鈴鹿八体は本当にもう、ね、トップ狙うなら早いチーム、どこを削るってラップタイムコンマ5秒削るのはすごく大変な話だけどね。そうなんです、だからそういうところで、まあ、もうちょっと言うならば入ってくるときもそうなんですね、ピットインしてくるときも 130R を超えて、あの試験員あの内側のガガッとすごいちっちゃいところあるじゃないですか、あそこも攻めないとタイムが出るんですよ、実を言うと。なのでやっぱりそのトップチームに行けば行くほど、あそこも攻めろよという感じで、指示が出るので、だから僕らはそのラップタイムを出すことと同時にその練習の時は必ずピットロードの練習もしてるんですね。であとはそのピットロード早すぎてもいけませんから、ちゃんとパイロンがあるところでちゃんと60キロに減速してスピード違反をしないように、僕一回ありましたね、ありましたね、はい、しないように、心がけております。やっぱり山田さんとノブさんの歴史を感じるようなトークなんですけどありましたねなんつって、これピットに入るときには、うん、その時速が60キロを守んないといけない。そうなんですよ、うん、まあ、いつもその普通のコース上では、ね、はい、300キロ近くのスピードで走りますけども、はいはい、そのまあ、8時間耐久レースってこうオート1台のオートバイをこう3人のライダーでつないでいくじゃないですか、で帰る時にこのピットロードっていうところ入ってくるんですけども、はいはい、そこに入ってきたらあのパイロンが2つあって、こっからお前60キロで走れよっていうその制限速度区間があるんです。そこの練習するんですね言ってました、ね、要はそこまで結局ピットロード入ってきてからちょっと200-300m あるんですよ、本当に狭いところなんですけど、はい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 、でそこをちょっと攻めるか攻めないかやっぱり1秒2秒すぐ変わってくるんですよ。そうか、そういうのが本当に今の山田さんとの話で、うん、トップを狙うためには、ね、そこもちゃんとそこもそうなんです、綺麗にクリアしないと、はい、なかなか1位にはなれないよって。そうなんです、だそこで多分要は僕ら7回から8回こう交代するじゃないですか、だそうすると1秒遅れてたら例えばその7秒8秒になってしまうわけですよ。そうするとストレート1本なんですね。あの長い距離、あの距離、そうなんですよ。なのでもうそこまでも攻めろよというような作戦なんですよ僕は。でもこれいう話はあの青木モーターステーションか、このね東京モーターサイクルショーでしか聞けませんので皆さん来週も聞いていただきたいななんてことを司会者としては思っております。さあというわけで今日はですね東京モーターサイクルショーのね、模様をブリヂストンブースで行われたトークも交えてお伝えしましたけども、うん、もう8体今年の夏ですから、これどうなんですか、ノブさんは今年8体はもう準備してたりするんですか。あ、もちろんいろいろこうチーム作りから、まあ、体作りから準備しておりますね。あ、体作りいいヒントがあります。なんとこの放送収録なんで来週体作りについてお伝えすることになると思いますというわけで今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。お相手は青木のバスと小島貴博でした。それではまた来週、バイバイ。青木モーターステーション、この番組はブリヂストン、上里建設、 D ステーション、北部トランスポートの提供でお送りしました。